ナマステ。皆さんこんにちは、ゆきんこです。今日はデリーにある人気のピザ屋さん、リオズピザさんのご紹介をさせていただきます。ぜひご覧ください。でこちらのリオスピザさんの場所なんですけど、デリーの中心部から、南西方面にあるバサントビハールっていうエリアにあります。どちらかというとね、デリー空港の近くに あるピザ屋さんです。こちらの私が今日来ているバサントビハールの店舗と、もう1店舗ラジパットナガールっていうところにもう1店舗あるみたいで、ただねそっちはねイートインできなくて、デリバリーとあとテイクアウト専門店って言ってました。もう一個ね、なんとかっていうエリアのアウトレットにもう一店舗出店予定っていうふうに今聞いたんですけど、エリア名忘れたのでちょっとこの辺に出したいなと思うんですけど、もう一店舗、オープン予定っていうふうに言ってました。まあね、すごくね人気のレストランなのでね、はい、きっとね場所が足りないんじゃないかなって思います。こちらがねリオスピザさんのメニューになります。裏を持って2つ、まあ、こっちがねドリンクメニューですね。で今日ねドリンクちょっとビール、ね、飲もうか、ちょっと外も、ね、もう40度超えてるので暑いし、ちょっとビールをいただこうと思ったんですけど、今ねビールはね置いてないというふうにおっしゃってました。アルコールはね、ワインだけ。フードメニューなんですけど、本当にもうピザがメインです。ノンベジのピザ、ベジタリアンのピザで、もうピザがメインって感じで、あとその他にピザ以外に食べれるのはフォカッチャ、あとサラダ2種類、あとデザート3種類っていう感じで、まあ、メインがね本当にピザっていう感じです。ピザを食べに来る場所、ピザ屋さんという感じになってますね。オーダーした料理が来ました。こちらのサラダね2種類あったんですけど、私これブラッタサラダっていうサラダをオーダーしました。美味しそう、ルッコラいっぱい入ってる、プリマハムとルッコラのピザです。美味しそう、めちゃめちゃ、マルゲリータです。めちゃめちゃ綺麗、美味しそう。なんか私ピザ結構何十分もなんか焼くのかなっていうイメージだったんですけど、勝手にさっき焼いてるとこ見せてもらったら、本当にねもう数分もうさっと焼くだけでした。すごい、いただきます。今日はねちょっとビールがないということだったので白ワインいただきたいなと思います。うん、スペインワインです。サラダからこれちょっとチーズ割ろう。いやすごいすごい、もうめちゃめちゃクリーミーなチーズ、もうなんかクリームなんだったら、何チーズっていう言うんでしたっけこれ。いただきます。おいしそう、チーズめちゃめちゃ爽やか、すごいフレッシュ。ルッコラもすごいおいしいし、なんかバジルが効いててめちゃめちゃおいしいです。うん、次マルゲリータいきます。やばい、いただきます。やばい、うん、おいしい、飲めるピザって感じ、すごいおいしい、生地がめちゃめちゃおいしい、うん、なんかすごいフレッシュです。なんかトマトもフレッシュだし、パン生地も美味しいし、最高。じゃあ次プリマハムとルッコラのピザいただきます。ルッコラがもうモリモリ、うん、美味しい、最高。うん、ハムもチーズもルッコラももうたっぷりです。で生地がすごいねしっとりして、薄いけど、薄い生地って結構パリパリ系の生地多いじゃないですか。薄くてしっとり、耳もねすごい美味しい、もっちり系、うん、
おいしい。最高です。ごちそうさまでした。お腹いっぱいいただきました。ちょっとね、食べきれなかったのはね、今日のおつまみに持ち帰りしたいなと思います。めちゃめちゃ可愛いです。この箱を見てください。犬が描かれてるんです。ここね、多分ね、オーナーさんのなんか、ちょっとあの定かじゃないですけど、オーナーさんの多分愛犬がリオくんっていう名前で、それを店名になってるみたいな。今店員さんに聞いたら、リオはあのドッグの名前だよねって言ったら、そうって言ってたので、多分そうだと思います。犬が描かれててめちゃめちゃ可愛いです。ものすごいね、美味しかったです。もうね、すぐそこにある釜でピザが焼かれて、出来たてほやほやが運ばれてくるので、熱々でめちゃめちゃ美味しいですし、あのね、生地が本当に美味しかったです。スーペライ生地で、あのしっとりもちもち生地、カリカリじゃなくて、ね、耳まで美味しく食べれるし、すごい美味しかったです。で、乗ってる具材もね、なんかすごくフレッシュでみずみずしくて、あのとてもね、美味しかったです。おすすめです。え、今日はデリーにある人気のピザ屋さん、リオスピザのご紹介をさせていただきました。最後までご覧くださってありがとうございました。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。